こんにちは。人間関係で転職を考えている方の医療介護専門コーチ山田智子です。今日は最近出会った昔の私のコミュニケーション方法についてお話しします。あなたはこんな正しさの間違いをしていませんか？出会ったのは同世代の女性です。とても仕事のできる方という印象を受けるその女性は、聡明だという言葉が大変お似合いでした。素敵な方だなと思って見とれていたら、別の方に、あの人はちょっと気をつけた方がいいかもと言われました。どういう意味ですかと小声でお尋ねする私に、そのうちわかると思うけど、ちょっと言い方がきつい人なのと言われました。綺麗な人はきつい言い方と思われるのかなと思っていたら、その女性も周りの方も、そして私も含めたグループで会話が始まりました。なるほど、きつい言い方と取るかは個人差があるかもしれませんが、その女性の話にはある特徴がありました。それはまるで昔の私を見ているようでした。その女性の話の特徴は、正しさを追求しすぎることでした。誰かが口にしたことが間違っていたらすかさず、それは〇〇ですよね、と訂正。ちょっと曖昧な発言があれば、それは何々のことです、と断定。確かに話の内容としては、その女性の発言は正しいのです。だから、決して間違ったことは言っていないのですが、相手の方の気持ちにとっては、ズバリ否定、訂正、断定で受け取りづらいだろうな、と感じました。仕事上の伝達、やり取りであれば、正しく伝えること、曖昧さをなくすことは、とても大切だと思います。ただ、それ以外の会話の中で、あまり正しさを追求しすぎると、相手との関係性には良い影響を与えないことが多いのです。昔の私が時々言われたことに、言ってることはわかるけど、納得できないというものがありました。言われた当時は、恥ずかしさ半分、反発半分だったのですが、今思えば、あの時伝えてくれた人のおかげで気づくことができたと感謝しています。こちらの女性も、ほんの少し言い方を変えたら、これまでと違う印象を相手に与えることができるのではないかと思います。もしあなたが周りの人との心の距離を今一歩縮められないと感じていたら、日常の会話の中で正しさ優先になっていないか、今一度ご注意ください。仕事の会話と日常会話を楽しく使い分けてくださいね。どうか昔の私のように、言ってることはわかるけどと言われることがありませんように。職場で過ごしやすくなるのは、何も仕事中の会話だけではありません。全7回の無料メールセミナーを受講して、仕事の合間の会話も楽しめる、そんなコツをつかんでください。登録方法は YouTube のお知らせに掲載しております。または、こちらをご覧ください。